競争科学部の特徴ある教育の紹介としてコラボラティブワークスの紹介を始めます。私はこの授業の担当をしております太田と申します。コラボラティブワークスはグローバル競争科学部における国内フィールドワーク教育という位置づけです。この授業では社会的課題の生じている現場で学生、専門的知識を持つ者、社会のステークホルダーがその課題の解決に向けて共同する経験を実践的に積み学ぶ機会となります。授業の目的は大きく2つあります。1つ目は競争型人材となるための経験を積むことです。多様な人々と共同して広範な地をつなぐことで未来社会を構想・デザインできる人材になることを目指します。2つ目は他者と共同し地をつなぐ方法を実践的に身につけることです。そのためこの授業では学外・学部外の人々との競争をする機会を提供します。また学問分野間の競争、専門知・経験知・生活知を組み合わせ考え・行動する機会を提供します。コラボラティブワークスは1から4に分かれています。コラボラティブワークス1は学生が現場に入り参加するというフェーズです。コラボラティブワークス2は現場で生じている課題が何であるかを発見するというフェーズです。コラボラティブワークス3は課題の背景を探求するというフェーズです。コラボラティブワークス4は探求した内容をもとに解決策を構想し実践していくというフェーズです。このように参与、発見、探求、解決のプロセスを段階的に学ぶことで競争型人材となるための力を養うことがこの授業の特徴です。テーマの例としましてはスポーツ、アート、共生ダイバーシティ、福祉、環境、地域活性化などが挙げられます。こちらの写真は実際のワークの様子です。ここからは学生のポスター発表会の様子をご覧ください。私たちはコラボラティブワークス4で早稲田大学の池先生と優先生の高校生向けのフィールドワークの仕事のお手伝いに参加させてもらいました。早稲田大学周辺地域の地形や商店街の成り立ちなどについて知ることができました。また、フィールドワークを行う上にあたって大切にしなければならないことや配慮しなければならないことについても学ぶことができました。個人的には一つの問題についてたくさんの背景が隠されているかもしれないということを考えなければいけないということが一番大きな学びだったなと感じています。私は個人的にですけれども、いろいろなものに興味を持っている学生さんにおすすめだと考えています。実際に後期では熱海の方へ行きフィールドワークを行う予定ですので、そちらでも様々なものに目を向けて いろいろなことに気づきながらフィールドワークを行っていきたいと考えています。地域の自然と社会を総合的に捉えたサステナビリティアクションということをテーマに、こうフラット月ヶ瀬と呼ばれる高齢者、障害者、子どもたちが集まる施設で防災訓練を行ったり、また伊豆のこう自然あふれる地形を生かしたところで電動自転車を使った観光地巡りというものをしてきました。はい、まず1回目に行ったフラット月ヶ瀬での防災訓練において、第1回目に地域の方々とこう話し合う防災訓練のイベントの案出しを行いました。その際に地域の方々からこう地元住民ならではの知る情報であったり、そういう独特な地形、そういったものを学ぶことができ、こうフィールド実際に現地に行くことでしか学べない、そういったことを学べたと思います。こう実際に地域の人と触れ合ったり、こう電動自転車で地域を巡るなど、こう静岡を肌で感じたいであったり、こういろんな実際に学べることを、肌でしか感じられないことを学びたいという人はおすすめだと思います。2回以降は静岡以外であったり、
さまざまな地理的特徴を生かしたこう地域に目指した、サスティナビリティアクションというものを学んでいきたいなと考えています。寺子屋という、両親寺というお寺が活動している子どもたちを集めて朝から、まあ、勉強したり、お茶を飲んだり、それに子どもたち同士で遊んだりとか、そういうワークというか活動の方に参加させていただいたり、あと小島省で行われた、まあ、向こうにあるんですけど奉仕作業という、まあ、いわゆる掃除、朝からの掃除に参加させていただいたりしました。また両親寺の住職をされてらっしゃる勝野さんをと学校にお呼びしてから小島地区の現状を聞いたりとか、今後何していきたいかなど意見を交換したりも行いました。小島地区の人々と関わって学んだことは、やはり今まで自分のことだと考えられてなかった、人事だと考えていた地域の問題が人々と関わって私たち自身に関わる問題だということを考える、そのように考えるということを学びました。人と関わって地域に密着したいと考えている方におすすめです。実際私たちの活動では寺子屋などで子どもたちと関わっていきますので、子どもたちとおしゃべりしてそれを楽しいと感じる人、またそれらの活動を通して、ああこの地域について学びたいと興味を持っていただける方にぜひ来ていただきたいです。多世代交流のきっかけ作りを目的にイベントや企画を行っていきたいと考えています。小島小学校の150周年の企画に我々大学生の立場から参加させていただければなと考えています。